小川淳也君。野党会派の小川淳也です。委員長、一つ質問前にお願いがございまして、私昨日自らの質問時間が審議の中断によって変動いたしました。それで私の方からお尋ねするまで一体何分中断したのか、終わりが何時になったのかの説明がなく、ちょっと時間管理に苦労いたしましたので、これ委員部含めて緊張感のある委員会運営をまず冒頭お願いしたいと思います。緊張感ある委員会運営はきちんとやっているつもりでございます。また母国理事会で必要があれば協議いたします。実際に支障が出ましたのでね、委員部の皆さんお願いしますよ。はい。それからただいまの泉補佐官のに関連した質疑で、官房長官、いろんな報道見てますと、泉補佐官は相当霞が関の人事に介入してますね。内閣人事局の運営、杉田副長官が局長だと思いますが、泉補佐官はこれに絡んでるんですか。内閣官房長官、菅義偉君。絡んでおりません。小川淳也君。ただいまのご答弁、ご信頼申し上げたいと思いますが、かねて要求したとおり、この安倍政権における人事権の行使のあり方、内閣人事局の運用のあり方に、なされ方については、一度精査が国会として必要だと考えております。委員長、改めてご協議をお願いしたいと思います。理事会でということですか。聞かなくてもそれしかないでしょう。一応正確、緊張感を持ってって言われているから正確にしています。五国理事会で協議をいたします。小川淳也君。それからもう一点だけ、これは行政を歪めたとか、この泉大坪の両者の関係ですね、それから予算の使われ方をねじ曲げたとか、いろんなことを言われてます。でそれも問題だと思う。で私一つだけちょっと許せないと思うことがあるんです。聞くだけ聞いていただきたいんですが、今回大きな問題の一つに、この両者の関係が不適切だったのかどうかは立証のしようがありませんが、これを公費を用いて国際出張の最中に不適切な関係が行使された可能性はある。でこれをね官房長官、手配したのが霞が関の若い職員だってことなんですよ。私ね、これ20代30代の若い職員がやってる、50代60代の政権中枢の極めて偉い人たちからこういう出張手配依頼が来るわけですよ。部屋をつなげて確保せよと、男と女がですね。これを受け取った若い職員はおそらく現地でチェックインまで案内し、朝迎えにまで行ってんですよ。その職員がどう感じながらこの手配をしたか、この一時をもって霞が関に対するいかにこのモラルの低下、こういうの習いますからね、後輩は。極めて不適切だと思う。私、官房長官、改めてお願いしますよ。この二人の、それだけいい気になってんですよ、官房長官の意を借りて。私はね、厳しく処分してください。懲戒免職も含めて、更迭を含めて、厳しく処すことを官房長官にお願いしたいと思います。今、小川委員は指摘だけと言いましたが、答弁はいるんですね。ではそのようにし、お願いします。内閣官房長官、菅義偉君。泉補佐官からはいずれの主張についても、公務として必要な手続きを取った上で、適切に対応しているものであり、行使は分けている、こういうふうに聞いています。委員長。小川淳也君。主治医は、あーんってやりませんから。ね、官房長官、これがもたらしているその大敗ぶりっていうのは、深刻だと思いますよ、本当に厳重にこれは処していただかないと、示しがつかない、私、自分が若い職員だったらどう思っただろう、官房長官、想像してくださいよ、自分が20代、30代の時にね、50代、60代から部屋つなげて確保しろと言われた時のその暗澹たる気持ちですよね。これは極めて罪が大きいと思いますよ。指摘しておきます。そして、森大臣、ちょっと急遽お越しいただいて恐縮です。昼の理事会に、この検察人事勤務延長に関して、公式文書が提出されたのを拝見しました。法務省と人事院それぞれから出てきています。で、この紙が申請のもので、なおかつ時期的に狂いがなければ、
それ相応の検討がなされたものと受け止められる文書だと理解しました。その前提でお聞きしますが、これ法務省も人事院も文書に日付がない、どういうことですか、これは。法務大臣、森雅子君。日付がございませんけれども、ご答弁している日付で協議されたことは確実でございます。人事院も、人事院も、人事院も。人事院給与局長、松尾恵美子君。お答えいたします。1月の24日に法務省に対して直接書面をお渡しており、特にその日付を記載する必要がなかったことから記載しなかったものでございます。委員長。小川淳也。これね、当たり前のことですが、何月何日に改正されたかわからない法律ってないんですよ、世の中に。何月何日までどの法解釈含めてですよ、法制がこの国で適用され、何月何日午前0時から新たな法令が適用されるかがわからない法令改正というのはありえないんだ。これは法律だろうが政令だろうが省令だろうが解釈だろうが告示だろうが全部一緒です。こんな重要文書に日付打ってないというのは私初めて見ましたよ。確認しますが、内部決裁取ってますね、法務省人事院。内部決裁ですか。決裁。法務大臣。法務大臣。法務大臣。決裁。法務大臣、森雅子君。はい、私はこの人事院から了解を得たということを報告を受けておりまして、必要な範囲で決裁を受けたと認識しております。人事ちょっと大臣、事務方に確認してください。人事給与局長、松尾恵美子君。人事会議で決定したというわけではございませんが、参事次官の了承は得ております。決裁を取ったか、もう一回答弁。一回戻ってください。どうぞ。今の質問を、2回も3回も質問しなきゃいけないようなことですか。決裁を取ったかと聞いてます。人事院人事院給与局長、松尾恵美子君。お答え申し上げます。決裁は取っておりません。小川淳也君。委員長、ちょっとこれ場内で協議してください。こんなに重要な文書を決裁取らずに法令解釈したなんて聞いたことない。一体霞が関の中で何が起きているのか検証してください。ちょっと止めましょう。ちょっとこれ理事会に提出されたら話すんですよ。速記を止めてください。
小川淳也君。では法務省いかがですか。法務大臣森雅子君。はい、部内で必要な決裁を取っております。委員長小川淳也。それでは決裁書、それから念のためもうここまで疑わないと疑念が晴れない段階になってますから、この文書を打った担当職員のパソコンの電子記録、一体何年何月何日何時にこの文書を打ったか、それも合わせて確認して今日中に委員会に提出してください。五国理事会で協議をいたします。小川淳也君。まあ、ちょっとこの決裁のあるなしの問題は追ってやりましょう。それから菅先生、もう一個言い忘れた、泉さんの件で。先生、あのね、まあ、つまりこういう自らのプライベート、それは都合のいいことも悪いこともあるでしょう、プライベートは。しかしこういうことを第三者にやらせてること自体、危機管理がなってないんですよ。ふざけてる、本当に。こういうのを政権中枢に置いてるってこと自体が疑われることですからね。これさっき言い忘れたんで、ちょっともう一つ付け加えさせていただきます。それで本題に今日入ります。私ね、この予算委員会初回から、ちょっと終わりの時間ちょうだい、終わりの時間、この予算委員会のっけから初回から公文書の問題やりたかったんですよ。すべての問題は公文書管理に行き着いてる。で、一言で言えばね、一言で言えばとにかく捨てまくるんだ。法令の趣旨に違反して何でもかんでもとにかく捨てまくる。そして捨ててないものを出さない。要すればこの二つの問題なんですよ。北村大臣、お聞きしますね。連日大変だと思います。ね、慣れないお仕事かもしれないし、それでね、大臣ちょっと本当に率直にお聞きします。まあ、ちょっと午前中話題にも出てましたが、後ろにちょっと振り向かずに大臣の生の声を聞きたいんで答えてくださいね。平成史に残る公文書をめぐる大事件が起きてますよね。それは何の事件で、どのような事件だったか、大臣のご認識をまずお聞かせいただけますか。国務大臣北村誠吾君。ちょっと急いでお願いします。具体図します。過去公文書管理に関する不適切な事実事案の発生などを踏まえ、平成29年12月に行政文書の管理に関するガイドラインを改正しました。委員長、質問に答えてない。大臣もういいよ、そんな答弁いらない。例えば不適切な事案と申しましたが、例えば森友学園の決裁文書の改ざん等というものを言えば納得ですか。結構です。ちょっと、まずご静粛に、また質問者も答弁者も冷静にお願いいたします。小川淳也大臣。大臣、もしお分かりなんであれば、それだけお答えいただければよかったんです。で、今、非常に不安でもいらっしゃると思う。だけど、紙はできるだけ頼らずに、その方が安定して答弁できますから。ね、私、必ずしも困らせるつもりありませんので、きちんと、よし、じゃあ、どんといきましょう。じゃあ、大臣、2年前に、こういう森友学園に関する公文書の調査報告書というのが出てるんですよ。これ、読んだことありますか、見たことありますか。大臣、自分の言葉で。国務大臣北村誠吾君。国務大臣北村誠吾君。一応の事務方からの説明は聞いておりますが、詳しくはこれから読まないかなと思っております。委員長。
小川淳也君。もうご就任から何ヶ月か経ちますんでね、これ大事件でしたから、本当はもう目を通していなきゃいけないと思います。本当はね。でもまあこれ以上言いません。それでこれにはね、ものすごく重要な教訓がたくさん書かれてるんですよ。この森友報告書には。で、2、3、今から紹介した上で質問しますから、ちょっと時間ください。まずこれ、財務省の報告書なんですが、1つ目、4ページにね、保存期間が1年未満と定められた文書の取り扱いが問題となり、これが文書改ざんと密接に関連していた。結局、1年未満文書がさまざまな改ざんと関連していた。何を1年未満にするかが問題なんですよ。今回、桜をめぐっても同じですよね。同じなんです。15ページ。いいですか？よく聞いてくださいよ。上司は、文書管理はルールに従って適切に行われるべきとの考えを伝え、部下は、それを廃棄の指示と受け止めた。つまり、適正に管理しろという言葉は、廃棄しろという言葉として役所内で通用している。3つ目、14ページ。ところがですね、担当職員は外部から紹介を受ける場合に備え、後日必要になると考えたものを手元に保存しておくことが多い。今回も残ってんじゃないですか。こう書いてあるんですよ、さらに。16ページ。契約締結、この時は国有地の売買ですよね。契約締結をもって事案終了と整理し、国会等からの紹介に記録はないものと整理して回答した。つまり嘘ついたということです。さらにもう一回4ページ。職員からの聞き取りでは、官房長官ここ重要なんですね、詳細な事実関係の特定は容易でない、聞き取りでは容易ではない、したがって決裁の更新はシステム上履歴が残ることから、まずは修正履歴を全件確認した。電子的にです。その結果2808件中124件について決裁後の更新履歴が確認された。ログは盛んに確認しない確認しないとおっしゃってますが、今回も名簿の廃棄に関して、これ電子的に記録確認しないと、この時の反省は何ら生かされてないということになりますよ。最後に一連の問題の行為は、39ページ、幹部職員の国会答弁との関係に起因をしていた。佐川局長の答弁でしょう。そしてこれに先立ち、10ページ、総理大臣が自らや妻、事務所は一切関与していないと答弁した。これがすべての引き金を引いている。今回、桜問題をめぐっても、接遇や挨拶は行うが、招待者の取りまとめには一切関与していないと総理答弁から始まっている。幸いかな、このあと安倍事務所の募集用紙が出てきましたからね。総理も早めに答弁修正したようですが、これはね、麻生大臣こそ胸にぐさりとくるものを感じながらお聞きいただかなきゃいけないんですが、まあ生々しく書いてますよ。職員が、近畿財務局の職員がいかに抵抗したか、そしてその人は後に死ぬわけですよ。麻生大臣は無傷ですがね、この一連の件で。その前提でもう一回質問に戻ります。実はこの報告書の中にもう一つ重要な指摘がありまして、34ページ、文書廃棄や改ざんは国会審議でさらなる質問につながる材料を極力少なくすることが主たる目的だったと総括されている。ここだけじゃないんでしょう。もうあっちこっちに、国会で聞かれたくない、国会が紛糾するのが嫌だ、国会でさらなる質問につながる材料を与えたくない、あちこちにそう書いてある。そこで尋ねます。
いっぱい廃棄してて、それが本当かどうか私どもは疑ってるが、廃棄してないと明らかなものがある。一つは、国立公文書館が保存している過去の招待者名簿の一覧です。もう一つは、内閣府が保管している桜の会関連ファイル5年分プラスアルファです。両者について聞きます。まず国立公文書館、招待者名簿、これ見れば全部わかるんですよ。一体誰を招待していたのか。その中に反社会的勢力、マルチ商法の主催者、紛れ込んでいなかったのか、見ればわかる。国立公文書館長、今日お越しいただきました。この閲覧請求すでにありますね。原則は30日以内の閲覧だ。いつ閲覧させる予定ですか。独立行政法人国立文書館長、加藤武雄君。国立公文書館長の加藤でございます。国立公文書館では、所蔵する資料につきまして、利用のご請求があった場合には、30日以内に全部公開するというのが原則でございます。で、ただし、その中に個人情報が含まれる場合については、その公開の是非について、個人情報保護法と公文書管理法に基づく館内の利用規則について、お一人ずつ精査をして、その適否を判断することにしております。で、今回ご指摘の案件については、1件で約1万人の個人情報が含まれておりました。で、このうち約4000人は、国会議員、地方議会議員等、公職に就いておられる方ですので、これは個人情報は全く問題ないんですけれども、残りの5000数百人の方については、一般の招待客でございますので、お一人ずつ、個人情報の公開が妥当かどうかということを精査しております。で、受付がありましたのは11月14日でございました。はい。それで、過去の経験に基づきまして、まあ、1万人というのはほとんど例がない案件なので、過去の例に基づいて精査いたしまして、7月14日までに公開できるというふうにお答えをしております。で、現在、精力的に精査中です。委員長。小川淳也。これね、館長自らおっしゃった通り、原則30日、延期しても60日、そして業務に1、ただね、個人情報とは書いてないんですよね。文書が著しく大量で、業務に著しい支障がある場合、相当部分を60日以内に開示し、残りの部分は特例延長できると書いてあるんですよ。これを7月11日に設定している、13日か。設定していること自体、極めて意図的だと、さっきの報告書の趣旨からしてもですね、合わせて聞きます、内閣府、保存している5年分プラスアルファの桜関連ファイル、私どもも再三資料要求しているし、情報公開請求もあるはずだ、いつ公開するんですか。内閣府大臣官房長、大塚幸宏君。お答えをいたします。今委員ご指摘のものは、いろんなその契約書類との入ったいわゆる桜を見る会の毎年度のファイルだというふうに主張してございますが、ご指摘のとおり、いろいろその開示請求等も受けてございます。いろいろその、開示のその請求のされ方、例えばその特定のファイルを絞ったものもあれば、はい、幅広くものもございますので、今現在、その全体ではいろいろもろもろ106件受け付けておりますけれども、そのうち42件について、今、開示を行っているところでございます。いつだと聞いてる。もうちょっと言葉遣いを丁寧にしてくれますか、小川委員。わかりました。具体的なその開示のタイミングもよりますけれども、今現時点で、まだその、その特例延長をしているところでございます。はい、委員長。小川淳也。これね、ちょっと内情を明かします。間違ってたら言ってください。私は事務的に説明を受けた段階で、事務当局から、開示予定は7月だと先方に通知しているという説明を受けました。ところがこのこと国会で聞きますよと言うと、前日に開示請求者以外には開示請求予定日は開示できませんとコロッと変わった。これちょっと一体幹部と
最前線との職員の間で何が起きているのか、その齟齬についてちょっと今説明してくれませんか。これ内閣府大臣官房長大塚幸弘君。具体的にその個別の事案についてのその開示日等はお答えできないと申し上げてあれば、それがおそらく最終的な組織としての見解だというふうに思っております。小川淳也君。では非公式に7月に開示する予定だというのは間違いないですね。内閣府大臣官房長大塚幸弘君。お答えいたします。先ほど申しましたように、これまで、桜を見る会の関係で、106件の受付を行っております。当然その受け付けた中身文書等によりまして、そのいつ開示をするかという開示の予定日も違ってきております。委員長。小川淳也君。7月より早いのあるんですか。国会会期中に開示するのあるんですか。誰に請求されたか、どれを誰に開示するまでは求めません。一番早い時期は開示する。内閣府大臣官房長大塚幸弘君。先ほど申しました106件、すでにこれまで桜を見る会の関連で受け付けて申しまして、でそのうちすでに42件については、これは開示が終了してございます。ちょっと今手元にその42件が一番最速のものがいつだったかというものは今手元にございませんが、これはすでにもう終わっているというものでございます。まさにこれ、ご飯論法で、不都合ではないものは出してるんでしょう。で60番とか番号が入ってるやつをずっと持ったままにしてるんですよ。で7月に開示する、国会が終わってから。法律にはこう書いてあるんですよ。さっきも申し上げましたが、著しい業務の支障がある場合、著しい業務の支障って国会ですか。極めて不適切だ。官房長官、もう結構です。官房長官、これ速やかに開示しろとここで指示してください。内閣官房長官菅義偉君。まず情報公開請求、それぞれの職員の業務量の限界の中で対応していることはまずご理解をいただきたいと思います。その上で情報公開請求については、情報公開法をはじめとする法令に基づき必要な対応を行っているものというふうに承知をしています。委員長。小川淳也君。改めて隠蔽の意図がありありに伝わってきます。極めて不適切だと。情報公開法の趣旨に基づく運用が行われているということを強く指摘して、もう一つお聞きします。今のは持っているものを出さないという話なんです。もう一つは本来なきゃいけないものをどんどん捨ててるという話です。今日村山審議官にお越しいただきましたが、官房長官は先日来答弁で、もともとこの招待名簿というのは1年以上保存するというルールだったんですよね。でそれをもっと遡れば3年という時期もありますから、直近は1年なんですけどね。それで18年の4月にこれを1年未満というふうにルール改訳してるんですよ。我々の立場から言えばルールを改変してる。で今日村山審議官にお越しいただきました。村山審議官は公文書管理法に従って適正に文書を管理できなかった、廃棄できなかった責めを負って厳重注意処分を受けています。でそういうことに鑑みて、この時なぜそれまで1年だった招待者名簿の保存期間を1年未満、これ1年未満といえば聞こえはいいですが即時廃棄ですにルール変更したんですか。村山審議官の答弁を当時の人事課長として求める。大塚さんいりません、答弁分かんないでしょう。当時なぜやったか、いらない、内閣府いらない、いらない、村山審議官いらない。当時の人事課長に当時の意思を聞いてんの。落ち着いて。大塚さんいらない。落ち着いてください。村山さんに答弁持てるんですね。はい、村山さん答弁できますか。では内閣府大臣官房審議官村山君。
はい、お答えいたします。大臣官房審議官村山でございます。私は昨年7月、人事課長から異動しております、辞しております。本日は、経済財政分析担当の審議官として所管の経済財政分析に関する説明を行うために出席させていただいておりますので、所管外のことについてのお答え、コメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。小川淳也君。これね、統計の時もそうだったんです。天下りの時もそうだった。最初はそう言うんですよ。でも違法行為で処分を受けた人たちはこれでは耐えられません。きちんと当時の人事課長として、なぜこの時に1年保存を1年未満即時廃棄に改変したのか、委員長、答弁させてください。内閣府大臣官房長大塚幸寛君。大塚さんいらないよ。ご指摘を見ていただきました内閣府の政府参考人の中で、ただいまのご質問に職務としてお答えすべきは私大臣官房だと思っておりますので、私から答弁をさせていただきます。まずその村山がその処分を受けたというそのお話がございましたが、それが仮に先般 の管理簿への記載漏れ等のことを申し上げているのであれば、それは歴代の人事課長5名を処分いたしましたが、その中には村山は入っていないということをまず申し述べさせていただきたいと思います。その上で30年4月の1年未満の変更理由でございますが、これは先ほど北村大臣からもご答弁がありましたような、さまざまな事案を受けて29年の1月にガイドラインが改正されて、1年未満のきちんとした類型が掲げられたわけでございます。でその類型を受けて内閣府人事課におきまして、この招待者名簿の正確、会の終了をもって使用目的を終えること、膨大な個人情報を含む文書の管理上の負担などから1年未満としたことでございまして、あくまでも文書管理のルールにのっとった対応を取ったということでございます。委員長、これ村山さん処分厳重注意受けてないんですか。そう本当に村山さん受けてないの。いやいや、村山さんもううなずいてくれればそれでいい。受けてない。もうその点は撤回して謝罪し、深くお詫び申し上げます、村山さん。本当にごめんなさい。申し訳ない。私、確認したつもりだったんですが、歴代の人事課長として、誤った発言を、こんな正式な場でしてしまいました。撤回して深くお詫びを、村山さんご本人、また委員会の先生方、委員長はじめ、すべての皆様に深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ない。小川淳也君にお願いいたします。その上で、正しく確認した上で、ぜひよろしくお願いします。はい、申し訳ございません。それで、ね、まあ、ちょっといずれ村山さん答えてくださいね、これ、誰の指示だったのか、どういう判断だったのか、村山さん、いずれ答えてください、これ。それで大塚さん、まあ、個人情報うんぬんとおっしゃいましたがね、約1万強の名簿でしょ、内閣府の人事課って一体何人の人事情報を管理してるか知ってますか。内閣府大臣官房長大塚幸寛君。お答えいたします。申し訳ございません。今直ちにお答えできる情報を持ち合わせておりません。14,461人じゃないの、定員は。内閣府この人事情報を管理してる人事課が、この招待名簿の個人情報が管理さできませんって捨てる、やめなさいよ人事管理を。なんて言えばいいんですか、こういうのは。この言い逃れは恥ずかしいにも程があるし、情けないにも程がある。昨日からの答弁聞いてても、このもっと言いますよ、まあ、これ政府全体だ。今年度予算、官房長官麻生大臣、マイナンバー推進したら5000円1人あげますって言ってるじゃないですか、カード取れば。これに500億円も使うんですよ。その方やどっかの省庁のどっかの部局は、この程度の名簿管理できませんって捨ててるんですよ。やめたらどうですか、こんなマイナンバーカードに2500億も使うのは。麻生大臣、もう一つ申し上げます。今週確定申告始まりましたね。今一生懸命納税者は税務署行って証拠書類を提出して、正確に納税申告書を書いて、1円たりまでミスのないように税金を納めてますよ。大臣、麻生大臣、納税者に一体証拠書類何年保存させてるかご存知ですか。
財務大臣、麻生太郎君。まず事前通告はありませんでしたね。これいりますかね。いります。ありませんでしたねと確認をさせていただいて。ありません。ありませんね。その上でお答えさせていただきます。そういういかにも、いかにも事前通告があるかのごとく言われるとちょっと立場がありませんのでね、確認をさせていただいております。今のところ私も事前通告を伺いておりますので、私の記憶を申し上げるとあからさまな間違える可能性もありますので、この場で差し控えさせていただきます。小川淳也君。まあ5年とか7年じゃないの、領収書とかいろいろと。それでね、税金を払う側には、納税者にはやれ5年保存しろ7年保存しろ正確に書け、使う側は何に使ったのか誰に使ったのか、情報管理が不安だから即時廃棄、そんな話は許されるんですか。不届きだ本当に。単に不都合を隠蔽してるだけでしょこれ。おかしなものが混じってるから出せないんです。正直にそう言った方がはるかにマシですよ。そういう話だ。もう一つ最後に、これ人事課なぜルール改正したか改めていただきますがね、今度は総理側ですよ、推薦した側。これはルールを改変すらせずに捨ててる。どうやって捨ててるか。推薦名簿は日程表と同等だと、低い扱いの文書だ、価値のない文書だという無理くりの当てはめをして捨ててる。総務官室はね、官房長官これ不適切ですよ、すぐに改めろとこの場で指示していただけませんか。内閣官房長官、菅義偉君。それぞれの行政文書の保存期間は、委員ご承知のとおり、公文書管理法や政府全体のガイドラインに基づいて、各省庁において保存期間を設定するように定められております。内閣総務官室の推薦名簿については、政府全体のガイドラインにおける定型的、日常的な業務連絡に該当し、大量の個人情報を含む文書の管理が負担となるなどを踏まえて、内閣総務官室において1年未満の保存期間と定めております。こういうルールです。あくまでルールに基づいて保存期間を設定をし、内閣官房の判断で適切な時期に廃棄したものと承知をいたしております。委員長。小川淳也君。まさに今日破壊したいのはその言葉なんですよ。適正にルールに従ってやってる。官房長官ね、桜を見る会はちょっとよく聞いてくださいよ、ちょっとよく聞いてください。いろんな大事な打ち合わせもあるでしょうが、ちょっとよく、ここ大事なとこなんで。桜の会はね、官房長官、4月の13日に行われました。これ別に4月13日だろうが何日だろうがいいんですよ。こんなことは主催者は総理大臣と決まってます。これは重要なことですが、動かしがたいことなので議論の対象にならない。何をやったのか。花見をしたんですよ。そこでやったのは花を見ることと飲食と懇談、これはまあ当たり前なんです。ということはですよ、この桜の会、桜を見る会はいつ、あ、それからもう一つ、会場新宿御苑ですよね。これもどっちでもいいんですよ、別に上野公園だろうが。いや、それはいろいろ物理的なことや警備ありますよ。しかし本質じゃない。ということはですよ、いつ、どこで、何を、誰の招待でやるかは、まあ動かしうることであり、どっちでもいいことであり、本質ではないんです。この事業の本質は誰を招待したかにあるんです。誰を招待したかがこの桜を見る会という事業の核心なんです。その事業の核心たる名簿を内閣総務官室は
日々の日程表や業務管理表と同等の価値のない低い文書だと言ってるわけです。そうやって捨ててるわけです。官房長官、改めてお願いします。この事業の核心は、誰を招待したかにあります。それを唯一担保する招待者名簿は、極めて重要な公文書です。そして人事課には、その気になればそれを適正に管理する能力があります。改めてこの文書の保存、1年以上とするように、この場で官房長官、指示をしてください。内閣官房長官、菅義偉君。このいつから1年未満ということを遡りましたが、今分かる範囲で、菅政権の時からだったんです。内閣総務官室の名簿というのは、かつての野党政権の時からであります。その時からで、遡った時にはそこのところなんです。そして行政文書の、ですから その前から、多分私も政権当時、遡ってそうだったと思いますけど、それぐらい前から行われているということが事実であることは、ぜひ申し上げておきたいと思います。行政文書の管理に関するガイドラインにおいては、事務事業の実績の合理的な後付けや検証に必要となる行政文書に該当すれば、原則1年以上の保存期間とされます。桜を見る会については、例えば予定通り運営を行うことができたかを示す当日の運営等に関する資料、どういった性格の方がどの程度の人数参加したかを示す内訳表などが該当される一方、こうしたものは今5年ですか、1年未満じゃないんです。そして一方、単に招待者の指名を列挙した招待名簿については、該当しないということを考えられ、招待者名簿は1年未満の保存期間という形で設定されているのが現状です。委員長。小川淳也君。菅直人さんの参考人招致を求めてもいいぐらいですかね。それから当時の総務官室、誰がやってたのかな。これは聞いてみなきゃいけないですね。ただそれがもし事実だとすれば、それを受け止めましょう。でしかし、それはそれとしつつ、現在の取り扱いが、今私が申し上げた趣旨において、本当に適切かどうか、改めて検討してください。それでは、官房長官、結構です。もう時間が終わりましたので、もうやめます、もうやめますが、もう一つ、本当はさっき聞き忘れたな、森大臣、検察の人事のことなんですがね、今からちょっとその実務的なことをお調べいただくとして、これ、もう一つの論点は、なぜ半年延長したかなんです。法律上1年延長できる。そうすると半年後には、カルロス・ゴーン逃亡事件は決着つけられるのか、半年後に。半年後って8月。8月といえば、稲田検事総長の定年退職日の前後でしょ。なぜ半年延長したのか。法律には稲田さんにつなぐためとは書いてありませんから。法律には検察業務に対する著しい、国家公務員法を援用するとしても、我々はそれに反対ですがね、なぜ半年なのか、それは相当説明責任があります。それはまた次回改めたいと思います。ありがとうございました。よろしいですか、答弁。